続いて次の駅の名前を発表するぞ。お久しぶりね、請求列車の皆さん。私よ、パフカ。あら、いいタイミング。皆さん勢ぞろいだなんて。魅力的な自己紹介は不要よ、性格ハンターさん。姫子でしょ。パーティーの邪魔をしてごめんなさい。でも私の要求を聞いたら理解してくれるはずよ。目的地を変更してちょうだい。性格ハンター、あんたを見たことがあるわ。カンパニーの指名手配書でね。天文学的な数字の懸賞金だった。それに生死は問わないとも書かれていたわ。あんたは自分にかけられた懸賞金の額を知っているかしら。あまり興味はないわ。カンパニーから懸賞金をかけられるのはむしろ称賛されるべきことよ。数字が大きければ大きいほど評価されているということだからね。指名手配犯ってポジティブなんだね。だったらヘルタもあんたを称賛していたわ。運命が見えると自称する狂人が命知らずな人たちを引き連れて宇宙で最も危険なものを追っているってね。ヘルタはめったに人を褒めないのよ。宇宙で最も危険なものを追っているね。その点においては君たち列車も私たちと同じ穴のムジナだと思うけど。来る場所を間違えたわね、カフカ。私たちはあんたの願いを聞き入れるつもりはないし、性格ハンターと関係を持つつもりもない。話せてよかったわ。直接あんたが列車を訪ねた時にでもまた話しましょう。ラフを知っているかしら。先週同盟の6層のうちの一つ、先週ラフ、もちろん知っている。でも君たちは知らないでしょう。その泉州が今君たちのすぐ近くまで来ていて、2回の跳躍でたどり着ける距離にあるってこと。それにシステム時間における45時間前、一つの性格がラフで暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。性格ハンター、何を企んでいる。泉州同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたらお前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになるぞ。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。簡単に言えばその性格は私たちと無関係なのに、泉州は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。私の仲間のジンが運気軍に連れて行かれた。私は彼を連れ戻し、性格による危機を排除して疑いを晴らす必要がある。あんたたちが無関係？そんなの誰が信じるの？性格が暴発してすぐにあんたが現れた。偶然にしてはできすぎでしょ。それにあんたたちとうちらには何の交流もない。性格ハンターが潔白かどうかなんてうちらには関係ないもんね。ダメ、絶対に手を貸さない方がいいよ。同盟ってすごいんだから、性格の一個ぐらい処理できるって。うちらは請求列車の乗員で性格封印の専門家じゃないでしょ。確かに関わらないこともできるわ。性格がこの空間を汚染する前に今すぐ跳躍を開始し次の世界へ行くことだってできる。でもこの世紀は再び塞がれるでしょうね。私は君たちの未来がどうなるか教えることができるわ。もし君たちがラフに行かなかったら
性格はやがて泉州全体を汚染し、乗っている人の約半数が死ぬことになる。勇敢な開拓者であり善良な七死人が黙って見ているわけにはいかないでしょ。あんたの仲間ジンと言ったわね。彼も死から逃れられないのかしら。それに関しては教えられないわね。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても群生はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。美月ちゃん、炭鉱を呼んできてちょうだい。